南米月ガニは、エビメ、南米月ガニ科に分類されるカニの一種。東南アジア熱帯域の干潟に生息する小型のカニである。外見や生態は、米月ガニに似ているが、都がのレベルで分類が異なる。南の米月ガニともいう。種ヶ島以南の南西諸島から台湾、香港、フィリピンまで分布する。琉球列島に生息するものは2010年に、 琉球列島固有種の新種と同定された。幸福は10ミリメートルほどで、生きている時は甲羅部分が青灰色をしている。伏眼部分がやや尖った休憩をしていて、甲羅の背中側中央に浅い字型の溝がある。伏眼は米付きガニほど大きくない。甲羅の割に口は大きく、半球形の顎足が大顎を覆う。ハサミ足は左右が 同じ大きさで、ハサミ部分は細く、二股のフォークのようになっており、砂をすくうのに都合が良い構造をしている。足は細長く、幸福よりも長い。川口域に広がる柔らかい干潟に生息し、マングローブの海側のデ地などに多い。潮が引いた干潟の上で大きな群れを作り、足で体を担ぎ上げたような高い姿勢で、ゾロゾロと歩き回る。 カニは横に歩くものが多いが、南米月ガニは前に歩くことが特徴。集団で前に歩く様が軍隊の隊列に似ていることから、ソルジャークラブという英名がある。米月ガニと違い、巣穴を作らない。餌は、サデー中のデトリタスやプランクトンなどで歩きながらサデーを挟み足でつまんで、口に運び、サデー中の餌を腰取って食べ。 砂を球状にした足元へ捨てる動作を繰り返す。天敵はサギ、シギ、シドリなどの鳥類やフエダイ、オオウナギなどの魚類、アシハラガニやベニツケガニなどの大型のカニであるが、このカニは逃げ込む巣穴を持たない代わりに、敵が来ると一瞬で足元の砂デの中へ潜り込む特技を持つ。これは足で砂デをかきながら自分の体をネジのように回転させ、 砂霊に素早くねじ込むという一連の行動による。潮が満ちた時も同様に砂霊中に潜り、次に潮が引くまで砂霊の中で過ごす。日本国内において食材としては一般的ではない。また実際に食べた場合に味覚の一時的な異常が起きることがある。ありがとうございます。